プラグインを使用することで任意のトラックにリアルタイムエフェクトを適用できます。例えば EQ、ダイナミクス、エフェクトなどです。EQ、つまりイコライザーは特定の周波数をブーストまたはカットするタイプのプロセスです。不要な周波数を減らしたり明るさや存在感を高めたりするために使用できます。編集またはミックスウィンドウでトラックのインサートセレクターをクターをクリックし EQ カテゴリーで任意の EQ を選択します。 検索機能を使用すると特定のプラグインに簡単に移動できます。例えば FF と入力すると名前にそれが含まれる様々なプラグインが表示されます。多くの EQ にはハイパスフィルターとローパスフィルターの組み合わせや中心周波数、レベル、帯域幅をコントロールできるパラメトリック EQ があり、正確な調整をすることができます。多くのプラグインにはプリセットがあるので作業のスタート地点としていくつか試してみましょう。